こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海に2年前、突如として現れた黒潮潜水艦に度肝を抜かれたのを今でも覚えています。当時、海上自衛隊の護衛艦が米国との合同演習中でした。防衛省からの発表もあり、南シナ海で潜水艦の任務が発表されることは異例であり、それで覚えているのでしょう。しかも当時に発表されたのは、もう一つ、15年も前から偵察任務を行っていたという衝撃的な発表でした。これは南シナ海の海底情報を収集したのを意味するのでしょうか。当時の安倍政権の意図はわかりませんが、中国への牽制はもちろん、潜水艦の性能の差なども意味するのかもしれません。ではもう少し詳しく見ていきますね。今頃中国の潜水艦が日本領海で偵察行動しても遅いんですよね。2年前の2018年9月、当時の防衛大臣小野寺五天氏の発表は世間を騒がせました。海上自衛隊としては、異例の潜水艦の居場所の公式発表ですから、驚きを持って受け止められたことは言うまでもありません。この小野寺五天氏は、宮城県気仙沼市の出身で、2011年の東日本大震災では、自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として名前を知っている方も多いでしょう。防衛大臣を2回務めた人物ですが、どうせなら防衛大臣より、復興大臣になってほしかったという声も、ちらほらあったとか。当時、護衛艦、加賀、伊那津、ま、鈴付き、そして黒潮の4隻が南シナ海での航行の自由作戦に参加していました。この航行の自由作戦ですが、やはりというか当然というか、アメリカが行っています。1979年、昭和54年から始まったと言いますから、40年以上も前からスタートしたものです。アメリカは、ある国が領海や排他的経済水域などの海洋権益を過剰に主張していると判断した場合は、その主張を認めないという意思を表すため事前通告することなく、その海域を航行するというのが、航行の自由作戦、オーノップ、フリーダム、オブ、ナビゲーション、オペレーションです。小野寺大臣の発表内容は、これだけではなく、日本の潜水艦の南シナ海への派遣は、17年も昔から、言っていたというものもありました。爆弾を投げたようなものですが、状況について詳しく紹介していきましょう。海上自衛隊で最大の大きさ、排水量を誇る艦艇は？と質問されれば、戦後初の航空母艦への改修が決まっている護衛艦、出雲だろうと言われる方が多いと思われます。加賀はその同型艦です。2019年、
当時の安倍首相とアメリカのトランプ大統領が視察をしたことで有名になった加賀ですが、2021年度末から予定される定期検査に合わせて航空母艦への改修工事が施工される予定になっています。加賀の現在のデータは、大きさを示す基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長は 248m、 全幅は 38m です。海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヘリコプタールデストロイヤーと呼ばれています。ヘリコプター搭載護衛艦 DDH と加賀呼ばれている理由ですが、対潜水艦用の哨戒ヘリコプターなどをマックス14機まで艦載できる能力があるためです。といっても海外ではヘリ空母の中に分類されているようです。このような事実にもかかわらず、専守防衛が胸である自衛隊は、政治と現実の間で、あくまでも、護衛艦という呼称が象徴しているような建前論を根拠として活動しなければならないという、はっきり言って不自由な、立場に置かれていると言えましょう。駆逐艦ではなく護衛艦としているのは、第二次世界大戦時の日本軍を、連想させる単語を使用しないという、これも建前論から生じた言い換えだろうと思われます。しかし一例を挙げれば、戦闘機はそのまま戦闘機と呼んでいるわけですから、不公平と言うべきか、ちょっと不思議な状態ではないでしょうか。このあたりに関しては、むしろお互いに仮想敵と考え合っている中国の方が正直とも言えるようです。護衛艦加賀や出雲に対しては、中国はかなり早くから航空母艦であるとして警鐘を鳴らしたり、逆に過小評価したり、上げたり下げたりを繰り返していますから。自国のことを棚に上げて、あれこれと他国のことを上げつらう中国の主張を真剣に考える必要はないでしょう。このコロナウイルスの件でもそれはお分かりでしょう。かといって日本が一方的に中国海軍を過小評価して見くびってしまうのも油断大敵ではありますね。改めて2018年の小野寺大臣の発表に話題を戻しますと、南シナ海での演習の意図を尋ねられると、約15年以上も前から潜水艦を含む自衛隊艦艇がすでに訓練を継続して実施していたと説明したのですが、彼の発言をどういう風に捉えるのかで意見が分かれているそうです。発言の字面通りに解釈すれば、まさに15年以上前から海上自衛隊の潜水艦は南シナ海へ進出してきたということになります。では現在まで全く極秘にされていたのかだろうかという想像を抱かせることになりました。国民の中にそんな思いを抱かせる一方、別の解釈も考えられました。それは、潜水艦の南シナ海進出はこの時が初めてだったが、中国海軍を牽制するためにわざとこうした回答を防衛大臣自らが言ったのだということです。この発言によって中国が一層日本への警戒心を自他用と考えたのではないかという解釈です。どちらにしても真偽のほどは
確かめようがありません。しかし、際限なく膨張を続けているような中国海軍に対して、海上自衛隊所有の潜水艦の作戦行動範囲をあえて誇示することによって、日本の優位性を見せつけようとしたのではないでしょうか。というのは、加賀以外の最新鋭とは言えない潜水艦、黒潮も、参加していたわけですから、時代遅れの潜水艦であっても、南シナ海へ進出できると公表することによって、もっと新型の潜水艦、例えば、そう、流型潜水艦の性能や力を国内外へアピールする効果も確かにあったと感じられるのです。中国は、すでに大量の主力兵器を所持しています。日本はこれらの主力兵器、戦闘機や水上戦闘艦、潜水艦などの数では到底かないません。数で負けるなら、謀略で、というのは、真心の昔からの戦略ですね。日本には、広大な海のどこに潜んでいるかわからない潜水艦を用いることで、中国海軍の能力を分散する手段しか対抗手段が存在しないのかもしれません。護衛艦、加賀、ですが、航空母艦としての改修を終了し、空自が購入予定の F-35B ライトニングに戦闘機を艦上で運用できるようになるまでには、残念ながら、まだ時間がかかりそうですし、即戦力にはならないようですね。また、その F-35B ライトニングに戦闘機の運用可能となっても、年中艦載機として乗せておくわけではないと言われていますが、加賀の艦上に、そもそも、どのくらいの数の機体を乗せられるのかについても、未だに不明です。予想ですが、格納庫などのスペースを考えても10機前後では、ないかということです。正直に言えば、その数では航空母艦の打撃力という点では、はっきり言ってレベルが低く、高い有用性を見出すことは期待できないのではないかと言われています。もともと加賀や出雲には、航空機の発着用のカタパルトはありませんでした。だからこそ、長距離の警戒任務ができる固定翼機が運用できなかったのです。したがって、哨戒任務は、同時に艦載するヘリコプターか、別の場所の地上基地から発進させる機体に任せるしかないと推測されます。加えて、母艦としての加賀や出雲自体を守る防空任務も必要になります。母艦を攻撃されては、戦闘機の帰る場所がなくなりますからね。その防空任務は、他の汎用護衛艦などを随伴させていく方法しかないと思われます。ということは、様々なクリアすべき課題があるというと、ですから、実際の運用にはかなりの制限がかかることになるという不安要素も存在しているのです。ちょうどというか、タイミングよくというか、航空機は第6世代を迎えようとしています。この第6世代機がどんな仕様になるのかと、合わせて、これからも、加賀や出雲などを改修した航空母艦が建造される流れになっていくのかも見えてくることになるのではないかと予想されます。